はいどうも名古屋グランパス芸人の守でございます今日もね元気よくやっていきたいと思います今日はね11月の10日でございます木曜日ですね今日はですね、えー、湘南のフォワードね町野選手いますよね日本代表にも選ばれた、えー、その獲得の噂がにわかにというタイトルでお送りしていきます名古屋グランパスの本日のニュース 行っていきましょうまずこちらですね先ほど言った町野選手はいこちらですねフォワード町野ートのワールドカップ追加招集に湘南高笑いかっ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 か水面下で移籍話勝ち上げてほしい資金難のクラブに打ち瀬の小槌かというタイトルですね町野選手追加招集されたということで移籍金で 湘南を救えとゴールに続いて移籍金で救ってほしいというチーム事情があるようですね、えー、ワールドカップのカタール大会に臨む日本代表に選出された中山雄太選手の怪我で不参加となり代わりに町野修斗23歳まだめちゃくちゃ若いですね J1 湘南を招集する町野は所属クラブのホームページ上で追加招集という形でカタールワールドカップのメンバーに選びていただきました 日本を代表してカタールの地で戦えることに誇りと責任を持っていきますということでね昨日もねちょうど町野選手の話をしたところですねトゥーリオ選手が、えー、今の3トップ3トップじゃないわ3人のフォワード選んだ前田大然、えー、上田綺世、えー、あともう一人があのー、誰だやっけ前田大然 上田綾瀬で、もう一人が朝野ね。その三人は全然ダメだと。ま、町の連れてけと言ってた。その町の選手選ばれて。で町の選手がね、森保一監督は攻撃のオプションでもあり、前線からの守備のオプションでもあることを決めさせてもらったと。この町の選手、ここなんですよ。ポイント。 三重県伊賀市出身。名古屋近いじゃないか。もう地元でしょう。ここで忍者ポーズが定番で大型ストライカーは2018年に J1 横浜。公式戦出場のないまま J3 に一旦移籍してますね。で、21年湘南に完全移籍して J1 に帰り咲き。今季はここ。日本人選手最多13点をマーク。活躍が認められて代表に走っ 初選出。3ゴールを挙げて必ず優勝すると公言した通り、3得点で得点王に導き、えー、ね、輝いたと。日本を優勝に導いたと。いう、めちゃくちゃ力のあるストライカーがね、ここですよ。 水面下で町野の右跡話が進んでおり、湘南の関係者はワールドカップメンバーに入って価値を上げてほしい。日本代表クラスの若手の移籍金は2億円が相場とされ、初出場のワールドカップで初ゴールも決めれば金額はさらに跳ね上がる。毎年金難に苦しむクラブを潤す口での小槌となるかと。でね、これが鹿島アントラーズと、これ名古屋グランパスもね、 名乗りを上げてるそうです。で、名古屋グランパスって言ったらやっぱりね、2億円は出せますよね。それなり、やっぱ資金があるクラブ。で、さっき言った、三重県加賀市と、もう地元じゃねえかと、名古屋グランパスファンだろうと、言ったところも、まあ、ここは推測ですけど、あるんじゃないかなというところでね、ツイッターでね、その 話の遺跡,じゃない遺跡話の、えー、ツイッターがあったんですけどもなんか消されましたねそれについて私コメントしてたんですけど消されておりましたので、まあ、こちらの記事で今回、えー、報告させていただきますはいどうですかねこういった記事まだね相馬選手に続いてこの町野選手期待を活躍したいですねワールドカップ まあ、名古屋グランパスのね、フォワード陣って言ったら、長井選手、えー、今季ね、後半から、えー、加入して活躍しましたけども、まだね、パッとしないフォワードのね、これだっていう、まあ、久保選手がいなくなったっていうこともあってね、えー、この前もね、ちょっとここ行きますか。名古屋グランパスに足りないものなんだいというツイート。はい、えー、こちらのツイートね、名古屋グランパスの補強ポイントはどこだいと。 いうことを質問させてもらったら、ツイッターでも、ダントツフォワードだと。フォワードがもう、足りんと。フォワードを強化すべきなんだと。補強すべきなんだ。という声がダントツありましたね。こちらについて、私ね、さらに深掘って聞いてみたんですよ。それがね、こちらの質問になるんですけども。はい。こちらの質問ですね。補強してほしい外国人フォワードは誰だいと。 いう質問をさせていただきました。そのノミネートに、この4選手を、まあ、えー、名古屋グランパス芸人マモルがね、独断と偏見で、この余命の選手を選ばせていただきました。その余命の選手とはこちら。エントリーナンバー1。清水エスパルスのチアゴ・サンタナ選手。まあ、これ言わずと知れたね、得点王。広角になってしまったけど、チームは、 降格になってしまったけど、チアゴサンタナの株価は上昇中ということで、チアゴサンタナナンバーワン。はい、2にですね、FC 東京のアダユートン選手ね。これはね、あの選手と相性がいいと思って選ばせてもらいました。あの選手といった、FC 東京にいた、今、名古屋グランパスに来たあのスピードスターですね。そのスピードスター、ちょっと呼んでみましょう。どうぞ はい。えー、長井選手ですね。長井健介選手いらっしゃいました。ありがとうございます。どうですかアダユートン選手との長井選手、えー、相性はどうなんですかアダとは結構相性良かったと思いますよ。自分的には結構やりやすかったです。あ、そういうことですかやっぱやりやすいですかアダユートン選手はどんなす、あの、性格なんですか顔怖いですけどね、優しいところ結構ありますよ。えー、意外な一面がありますね。趣味は、 アダユートン選手、ちなみに。趣味はトランプですね。ええー、その辺はプロフィールないですね。おお、なるほど。いい話が聞けましたね。ありがとうございます。中井選手。ま,またね、また出,出番があったらお呼びさせていただきますので、ありがとうございます。はい。ということで、ナンバー2は FC 東京のアダユートン選手。はい。ナンバー3、川崎フロンターレのマルシーニョ選手ということで。まあ、こちらの選手もね、得点を。 えー、荒稼ぎして、いい選手だと思いますね。小柄ではありますけど、スピードとテクニックを兼ね備えた、川崎フロンタル、今代表する、フォワードの選手じゃないですかね。ナンバー 4!F マリノスのレオ・セアラ選手。名前が好きだな僕、レオ・セアラって。言いたいよね。なんか、オシャレじゃない。勝 <laughs> 手ない、勝 <laughs> 手なイメージですけど、レオ・セアラって言いたくなりますよね。178センチの78キロと。これね、意外にもね、 J リーグの初出場が2016年なんで、結構レオ・セアラ選手、J リーグに所属してる期間長いんですね。僕はちょっとね、そこまでは知らなかったなぁと思います。ということでね、この余命の選手の中で誰が一番皆さん補強して欲しいですかという答えがこちらです。はい。その答えがね、チアゴ・サンタナダントツだーゴール やっぱりね、特典オーナーだけありますね。ぶっちぎってます。チアゴ・サンタナ。いいじゃないですか。ちょっと顔もう一回映そうかね。チアゴ・サンタナ、どうですか私、個人的なね、この顔の印象でいくとね、錦鯉のあのー、 つるっばけの人に似てるよね。<laughs> 名前忘れたけど。<laughs> こんにちはってあのバカっぽい西金子わかりますか <laughs> 失礼、怒られそうだけど。クレームは受け付けませんのでよろしくお願いします。ということで、えチアゴ・サンタナ選手ね、もしかしたら降格したんでね、ワンチャンあるんじゃねえかなと思います。今回はね、ということで、町野選手の獲得と、チアゴ・サンタナ選手を獲得してほしいと。 いう願望を込めて、えー、終わりたいと思います。じゃあ最後ね、えー、今日は永井選手来てもらいました。永井選手、最後締めてもらっていいですか来てもらっていいですかカモンはい、永井選手、ありがとうございます。じゃあ永井選手ね、最後一言言って終わりたいと思います。もね、名古屋グランパスと守を応援しししてくくださいい <laughs> よろしくお願いします を応援していただいているということで、長井選手もね、えー、この番組をね、楽しみにし,しているということで、皆さん、これ面白かったら、グッドボタン、チャンネル登録、ぜひ、ね、待ってますよ。どんどん仲間が増えています。昨日もセント選手、今日は長井選手、えー、ラングラック選手もいます。な <laughs>、滑舌悪、ラングラック選手もいますし、次はどの選手が来るのか、楽しみじゃないですか。チャンネル登録、 したら見れますよ。よろしくお願いします。ではまた